鉱山軽井沢野尻湖、日本三大外国人秘書地小津浜サーフスポットから見た、高山外国人秘書地の戸谷城地区松島湾の湾口部の空撮。写真左側から伸びる七ヶ浜半島南東端の丘陵上に美雪神社、花節灯台及び戸谷城地区があり、氷浜を挟んで、西側の高台に高山地区がある。 高山外国人避暑地、または、高山国際村は、宮城県宮城郡七ヶ浜町花淵浜、麻鉱山にある、太平洋に面した、外国人専用避暑地である。戦前は、高山外人部落とも呼ばれた。明治時代に、仙台在住のアメリカ人医師が病気の妻の療養地として、見出し、アメリカ人宣教師らによって、避暑地として開発された。 外国人により、山の軽井沢、湖の野尻湖、海の鉱山と称され、日本三大外国人秘書地の一つとされた。高山外国人秘書地は、松島丘陵東端が、太平洋の仙台湾に没して形成された、松島湾の南側を形成する七ヶ浜半島の南東端の高台にある。仙台市から見て、北東の仙円地区に位置する。高山は、 特別名称松島及び県立自然公園松島の指定範囲内に位置し、日本三景の一つである松島の一角をなす。高山海水浴場があり外人浜と通称される氷浜を挟んで、西側の鉱山と東側の戸谷城の2つの地区からなり、鉱山ビーチカンパニーによって管理されている。面積は約3万坪で、 現在46棟の家屋が建つ。明治期からの家屋は数棟のみで、ほとんどが建て替えられた。鉱山に別荘を所有する外国人は、夏の1ヶ月間はそこに住まなければならないというルールがあると言われるが、元織として長年住んでいる者もいるため、高山外国人居住区と呼ばれる場合もある。秘書のために7月中旬から8月下旬にかけて、 鉱山を訪れる外国人は当初学校の教師や宣教師等であったが戦前の最盛期には各国の在日大使館員等が多くなりまた上海や香港、関東からも宣教師等が秘書に訪れて300人以上の人々が集まった戦後の占領期には新中軍に接収され仙台に進駐したアメリカ軍などが使用した近年は 一般の欧米人、特に北欧人が多いと言われ、日本各地やアメリカなどから多い時には80人程度の国籍も強派も異なる外国人が集ってくる。以前は周辺の日本人住民から逃避処置は外人部落、外国人秘書客は高山外人とも呼ばれた。ただし、東北地方で部落は集落という意味であり、差別的な意味合いはない。また、 外国人必勝客に対する差別もなかったという。またかつて多数の日本人女性がメイドとしてここで働いていた。イモン旅行でメイドらが松島を訪れ小舟で遊覧する様子を写した写真が七ヶ浜国際村のプリマスハウスに展示されている。周辺の浜辺は海水浴場やサーフスポットとして日本人も利用するようになり、 特に勝負殿海水浴場は、宮城県内では、利用客上位の海水浴場となっている。また、高山外国人避暑地に隣接する高台に、七ヶ浜国際村が建設され、様々な国際交流の場として利用されている。東日本大震災後には、花淵浜に、ヤーンアライブハウスが開設され、日本人と避暑地の外国人が一緒に編み物を通じて、被災者、 難民を支援する活動が続いている。日本三大外国人避暑地のうち、軽井沢では初めて外国人が別荘を建てた5年後の1893年には、日本人所有の別荘が建てられ、第一次世界大戦による大戦景気以降は、外国人避暑客より、日本人の方が上回るようになった。ノジリコでは1912年に、日本人が旅館を建設し、 1921年に外国人別荘地が改村、その後も周辺に数々の観光施設が開設されている。鉱山の場合は戦前からの組織である鉱山ビーチカンパニーが戦前の監修を踏襲して、現在も鉱山を管理しているため、軽井沢や野尻湖とは異なる歴史が続いている。外国人のみに所有が限定され、転売の際も、 鉱山ビーチカンパニーを通して外国人限定でなされているため地下上昇や乱開発から逃れてきた。一時期、町おこしのために町で開発する計画が持ち上がったが、それまでの開発抑制によって明治期の七ヶ浜の自然が残り、かつ良好な外国人との隣人関係がある鉱山を保護したいと考えた当時の町長により開発は見送られた。現在も 私有地に当たるため、通常、関係者以外は立ち入り禁止であるが、年に数回の地元の人との交流会が続けられている。江戸時代の鎖国政策が、幕末の1858年に、安政後過酷条約によって、開国に転換すると、開港上に外国人居留地が設けられ、日本に外国人が居住するようになった。鎖国前の東北地方には、 外国人宣教師が定住したり、外国人商人などが訪問したりする例が見られ、また、外国語の東北地方を旅行したり、布教活動のために訪問した外国人もいたが、外国語の東北地方に初めて定住した外国人はなお、経学院の基礎を作った宣教師の E.H. ジョンズとされ、1884年12月から宮城県仙台区に住み始めた。 仙台では、その後、1886年に仙台神学校、及び宮城女学校、1893年に仙台女学校などのミッションスクールが創立されて、外国人宣教師の定住が増え、他方、1887年4月には国により、第二高等学校が創立されて親とい外国人も定住した。外国人宣教師の指摘調査によると、 1890年代初頭に仙台に居住していた外国人は男性8人、女性13人、子供17人とされる。1887年12月15日に日本鉄道本線が東京府下役の上野駅から仙台区の仙台駅を経て塩釜駅とは異なるまで開通した。これにより塩釜港から松島を経て 石巻港へとつながる航路、松島街道に、東京や仙台からの鉄道が接続することになるが、塩釜駅に近い鉱山への東京や仙台からのアクセスも容易になった。1888年、仙台の第二高等学校に、英語教師として勤めていた、米国聖公会の選挙医の FW ハーレルが、ハンティングのために原始地が浜町域を訪れ、 鉱山を病気の婦人の療養地として見出した。翌1889年、仙台神学校のデビッド・ボーマン・シュネーダーや、ハーレルらが、日本人の友人の名義を持って、花淵浜の鉱山地区を別荘用地として10年契約で借り受けた。仙台在住のアメリカ人宣教師により七棟の別荘がここに建てられ、鉱山の避暑地としての歴史が始まる。 1888年は鉱山に隣接する勝武殿海水浴場が日本で3番目の海水浴場として開場した年であり、1889年は町村制の施行で七ヶ浜村が誕生した年でもある。1890年にはアメリカ合衆国のバービー商会から購入された西洋野菜の種子でズッキーニ、ビーツ、ルバーブ、セロリ、 パセリ、ラズベリーなどが栽培された。これは東北地方で最初の西洋野菜栽培例と考えられている。1899年になると日英通商公開条約が発効し、これにより内地雑居が始まった。1907年日露戦争を機に外国人から毎年の賃貸契約更新に不安の声が上がったため4人の外国人に一括して、 高山地区の地上権を満9 9 9年間にわたって与える約束が交わされた。これは計算上2906年までの契約で、地上権料は1154円である。別荘地全体の管理運営のため鉱山、ビーチカンパニーが設立され、年次総会で選出される8人の委員による合議制で運営されるようになった。この後、 秘書客や住民が増えるにつれ、土地が追加されていった。1917年には、乳牛飼育のために、シュネーダー,ーは、花淵浜金色に牛舎を建てた。また1934年より8月中旬に、宮城県が主催する、国際親善の夕べが開催された。この頃、鉱山に滞在した著名人として、関西学院第四代委員長の、 コーネリアス・ジョイン・ライト・ホール・ベーツがいる。ベーツは、一家でマイナスここを訪れていた。ベーツは1902年に来日し、1910年に関西学院に、赴任1920年に関西学院第四大委員長に就任し、1940年に、辞任して帰国した。また、1935年、東京帝国大学に留学中のヒュー・ボートンも、 家族と共に、鉱山で一夏を過ごした。1936年から5年間、東北帝国大学で教弁を取った、哲学士やのカール・レイビットも鉱山に登入した。外交官のぬかざわ・和夫の父である、ぬかざわ・千吉は、学生時代、休みの日に、現在の福島県元宮市から、鉱山の外国人に英語を習いに来ていた。1941年、 日本とアメリカの関係が悪化して、海戦必至の状況になると、鉱山の外国人たちが、土地の権利と、動産、不動産の売却を、七ヶ浜村に申し出た。七ヶ浜村が、鉱山ビーチカンパニーの管理地を買収する、仮契約が11月に結ばれ、太平洋戦争開戦後の1942年3月に、本契約が行われた。 買収金額は6万円であり、これは当時の七ヶ浜村の年間計上費5万円の1.2倍に相当した。この前月の2月には、日本軍のシンガポール占領に際し、七ヶ浜村長を先頭に村民が退去として、鉱山に押し寄せ、三本の松の木におのおの等身大のアメリカ合衆国大統領、ローズベルト、イギリスの首相チャーチル、中華民国総統、 小解析の絵を巻きつけ、中堅でついては、万歳を叫ぶという事件が発生した。1945年、第二次世界大戦が終結すると、日本各地に連合国軍が進駐を始めた。宮城県においては9月11日に、最初の進駐軍となる、アメリカ軍の第11空挺師団の先遣隊106人が、ジープに分譲し、 横浜から陸路で松島パークホテルに到着してこれを接収した。これによって宮城県における連合国軍占領期が始まった。9月15日にはアメリカ軍の第8軍指揮下の第14軍団の司令官が塩釜港に上陸し9月16日に新中軍が鉄道とトラックで仙台入り開始した。9月26日になと 宮城県に進駐したアメリカ軍は約1万人まで増加した。仙台に進駐した連合国軍は1948年に高山地区や周辺の浜辺などを接収し、ここに海水浴のための脱衣所やシャワー室、休憩室など数棟を建てた。この戦後の連合国軍の統治においては、 戦前や戦中における連合国関連外国人の権益処理が行われ、この中で太平洋戦争開戦前後に七ヶ浜村と外国人の間で行われた鉱山の土地の売買が問題とされた。1951年連合国軍最高司令官総司令部の民間財産管理局はこの取引を不当な譲渡とみなし七ヶ浜村に土地の返還を要求した。 これに対して、七ヶ浜村は、戦前に、アメリカで弁護士を開業し当時大義士となっていた、安倍春吾に、民間財産管理局との折衝を依頼し、七ヶ浜村長や村議会議長も民間財産管理局に出頭して、弁明に努めた。この時、契約当時の当事者である、七ヶ浜村長の蒲田と外国人側の代表者、アンケニーはすでに死去している状況だった。 高山に家屋を所有していたアメリカ人滞在者の一人はアンケニーに土地の売却を依頼した覚えはないと主張し、七ヶ浜村はこれを覆す有力な資料を提示することができなかった。日本とアメリカの間で講和条約が締結されることが確実になると、この問題は速やかに処理されることになり、最終的には七ヶ浜村は 民間財産管理局の要求を受け入れた。七ヶ浜村には、買収費用が戻されることになったが、村はインフレーションを鑑みて、自家での返却を大蔵省に陳情したものの目殺され、支払われた金額は、当時の契約金額6万円だった。1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、 鉱山ビーチカンパニーに不動産等の権利が返却された。1989年10月、七ヶ浜町の改村100周年、及び高山秘書地開設100周年を記念して、七ヶ浜町とアメリカ合衆国マサチューセッツ州のプリマスとの姉妹都市締結の交渉が開始され、1990年10月3日に、両町の姉妹都市締結が行われた。 また1993年、高山外国人避書地に隣接する高台に、七ヶ浜国際村がオープンした。この施設の敷地内には、高山外国人避書地の歴史資料を展示する、プリマスハウスも設置された。2011年2月、避書地の外国人と、七ヶ浜町ボランティアセンター、避書地。 サポーターボランティアとの間で地震及び津波発生時の避難行動について話し合いが持たれた。これから間もない3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、これに伴う津波で固定時群の一部が浸水した。発災時に避暑地に居住、滞在していた外国人は6カ国8名だった。後に避暑地は 外国人ボランティアの滞在地の一つとなった。3月22日には、プリマスのテレビ局が募金を呼びかける、長時間のテレビ番組を実施し、最終的に1000万円を超える募金を集めた。6月7日には、秘書地に長年居住するアメリカ人女性とスコットランド人女性により、被災者の生きがいづくりを目的とした編み物クラブ、ヤーンアライブが立ち上げられた。 完成した編み物は当初、同じ県内の気仙沼市や女川町の被災者に届けられたが、後に広がって各被災地や福祉施設、さらには世界の災害被災者やフィリピン、ネパール、ヨルダン、モザンビーク等の難民にも届けられるようになった。この活動がマスメディアでも取り上げられ、世界中の個人やケイト会社からケイトや棒針が届けられた。 7月30日、七ヶ浜国際交流協会と秘書地の住民により、氷浜クリーン作戦が実施された。2015年8月、台湾や日本国内などからの寄付により、ヤーンアライブハウスが花淵浜に完成した。七ヶ浜国際村にあるプリマスハウス。ありがとうございます。